ある日のこと、キュアアース、炭治郎、キュアグレース、善逸が山の中を歩いていると、私たち道に迷ってしまったみたいですわ。本当だ。いつの間にこんなところへ来てしまったんだろう。もうあたりが暗くなりかけてるね。なんだか不気味で怖いよ。ちょっと善逸くんしっかりしてよ。あたりも暗くなってきたし、どこかに泊まるところはないかしら。あ、見てキュアース、あんなところにお城があるよ。ほんとだ、こんな山奥にとっても素敵なお城がある。素敵なお城、なんだか不気味じゃない？お城の人に一晩泊めてもらえるか聞いてこよう。こんなに大きなお城だからきっと4人くらい泊めてもらえるはずだよね。本当に大丈夫なのかな。うわぁ、お城の中は真っ暗だ。すみません、誰かいませんか？こんな広い立派なお城なのに誰もいないみたい。お城の中は外より真っ暗で怖いね。今からでも遅くないから帰ろうよ。美味しそうだ。あれ、炭治郎くん今美味しそうだなって言った？ううん、言ってないよ。キュアグレースが言ったんじゃない？いや、私じゃないわ。善逸くん、美味しそうって言ったの。僕じゃないよ。美味しそうだな。鬼が出た。鬼が美味しそうと言いながら私たちの方を見てるわ。この鬼は12気づきかな。とにかく逃げなきゃ。キャー、うわ、転んじゃった。じむしゃむしゃむしゃ。うわあ、今のは善逸くんの悲鳴。みんなとはぐれちゃった。炭治郎くんとキュアアース、どこにいるんだろう。おーい、みんな、どこにいるの？おーい、みんな。美味しそうだな。え、何今の声。またすっごく不気味な声が聞こえてきたんだけど、真っ暗でわかんないよ。おーい、みんな、どこにいるの？みんな、どこ？ここだよ。むしゃむしゃ。今のはキュアグレースの声。キュアアースともはぐれちゃったし、キュアアースどこだろう。キュアグレースも助けに行かなきゃ。あれはなんていう鬼なんだろう。初めて見た鬼だったな。もしかしてここって鬼が住んでるお城だったのかな。どうにか鬼をやっつけないと。いきなり鬼に襲われたら困るな。例えばこんな風に。うわぁ、しゃむしゃむしゃむしゃ。今のは炭治郎くんの声？鬼をやっつけるのが得意な炭治郎くんがやられちゃったら困る。もうこれはリアル鬼ごっこね。このお城から脱出するしかないわ。出口はどこかしら。こっちかな。どっちだろう。急いで逃げないと。お城に気配が。あれ？気のせいだったかしら。出口の方に進もうと。あれ、また気配が。あれ、誰もいないわ。何事かしら。なんだかゾワゾワする。見られてるような気がするわ。気のせいよね。よし、後ろを振り向いてみよう。バタン。むしゃ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 。あれ、部屋の電気が消えてる。気づかなかったなぁ。あれ、久しぶりにお客さんが来たから
一緒にケーキを食べようと思って、美味しそうだなと思ったケーキをむしゃむしゃ食べてたら、いつの間にかお客さんたちがケーキの近くで倒れてる。どうしたんだろう？お腹空いてたのかな？むしゃむしゃ。このケーキ美味しい。あ、みんなは知らないお家とかお城とかあっても勝手に入っちゃダメだよ。僕は優しい鬼だけど、もしかすると怖い鬼がいるかもしれないからね。この動画を最後まで楽しんでくれた人は、ぜひぜひグッドボタンを押してね。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。鬼が動画を閉めた。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。